こんにちは、なっきです。今日は日だまりがテーマのこのメイクを進めていこうと思います。温かいふわっとしたイメージを目指していて、明るくて愛くるしい表情にしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは始めましょう。どうぞ。エアブラシで下地を作ったところから始めます。全体的に色ムラができるように拭いています。ほっぺと唇が濃くなるようにもしています。お顔全体に点々を飛ばしていきます。使っているのはリキテックスのソフトタイプです。続いて影を入れていきます。タミヤのウェザリングマスター G と H を使っています。影色が一色にならないように所々色を変えていきます。ベースドールなんですがファニフラミンゴさんで、ラディエンスプラスフェイスカラーはフェアになります。大きめのブラシで顎周り、ほっぺ下、下唇下、口角、人中、二重、目周り、鼻の脇や下、唇の赤みが強く出る部分などに茶色系をのせていきます。鼻の際や境界線などは細いブラシの方がシャープに影が入れられてメリハリがつけやすいです。小鼻上にしっかり影をのせるのが好みです。鼻の穴の方までつなげるように入れています。削りで作りきれなかった立体感も影を入れることで補足ができるかなって感じています。光が上から当たっていることをイメージしながら塗っています。なので鼻の下側が暗くなって上唇の内側が暗くなっています。血色を足していきます。赤、ピンク、オレンジ、黄色などを混ぜながら点を打つように血色を良くしていきます。唇と目の上ら辺に黄色を多めに入れていました。あとほっぺからつながる鼻の横あたりも黄色っぽくしています。ほっぺら辺を赤くした時に赤ら顔になったなと思ったら黄色を足してみたりすると色味が落ち着くことがあります。また反対色の緑色をうっすらのせてあげると目立たせたいところの赤が目立つので、そういうのもいいかなと思います。やってみようかなと思ったら試してみてください。頬やリップだけでなくて目尻横や目の上などにも同じようにこう色ムラを作っていくことでリアルな顔感が出るかなと思っています。今はリップにどんどん色味を追加しています。特にリップが濃くなるように気をつけています。エアブラシの下地の時にもいっぱい色が重なるようにしたり、パステルも艶消しを挟んで何度ものせるようにしたりしています。ブライスさんは目力が強いので目とリップでこの三角形が目立つようにするとバランスがいいのかなと思います。ただほっぺも強くしすぎるので何ですかね、こう M 字にポイントポイントがある感じになっています。目周りに赤みを追加しています。目頭、目尻、アイホールの厚み部分に赤寄りのピンクを使っています。粘膜を表現したいなと思っています。チークとリップ、鼻上にもさらにほんのりと重ねていきます。今回削りが割と真面目で癖が弱くなったため、メイクで癖を足すようにして華やかさをプラスしました。さらに微調節していきます。全体を見ながら強弱をつけたり色味を調節したりしています。アイホールの上側を焦げ茶で暗くしています。アイラインを入れた時にも浮かないかなと思っています。目の上が黒いと奥行きが出てぐっと目力が増します。まつげともつながるように注意していて、アイホールの上半分を暗くするようにしています。黒は暗くなりすぎるので茶色を使うことが多いですかね。また微調節していきます。目の周りの影を濃くしています。一部を濃くすると他の部分が目立たなくなるのはよくあることで、全部を濃くしていくと顔が激画調になってしまうので、バランスを見ながらアクセントをつけるイメージで所々濃くしていくのが無難かなと思います。眉毛の下書きを始めました。パステルで眉の下書きをしています。髪色を薄めた色で描くことが多いです。濃くしすぎると毛流れが目立たなくなってくるのでほどほどにしています。黄土色が使いやすいなって感じますね。黄土色って大体に使えるんですが、色髪の子は色眉にした方が合うので調節が必要かなと思います。ちょっと緑にしたり赤くしたりっていう感じですかね。明るくふわっとしたイメージを目指しているので、表情を見ながら位置や形を決めていきます。
少し太かったり上側に描いたりするだけでコロッと表情が変わるので根気よく何回もやり直していい位置を探っていきます。いい眉ができたなぁと思っても次の日とかに見るとちょっと違うなぁってなることがあるので1日置いてからまた確認します。1日置いて眉を調節してツヤ消しをしたところです。リキテックスで清書していきます。紙筆の M を使っています。色は下書きより少し濃いめの色、今回は濃いめの黄土色を使っています。細い線で毛流れを描いていきます。利き手の小指下の膨らみをどこかに当てながら描くようにすると手がよく固定されて描きやすいです。左右交互に進めていきます。使う色をだんだん濃くしながら綺麗に描けた毛流れをなぞるイメージで作っていきます。思い切って色味の外れた色や黒に近い色を使ってみるとメリハリが出て毛を目立たせられるなって思います。目立たせたくない場合は繊細なグラデーションで色を使っていくと全体が馴染んでいくかなと思います。眉頭が薄く目尻より少し前が濃くなるように意識しています。眉尻は集結させると綺麗に見えます。リキテックスで血色を加筆していきます。アイシャドウ用のチップでほっぺの血色というか色ムラを追加していく感じです。のせては消してを繰り返していい感じのムラを作っていきます。かなり薄めに溶いた絵の具で使っているのはオレンジや赤などです。微調節していきます。オレンジや黄色はおでこにも点々点と入れていきます。鼻も血色がいい方が可愛いので色をのせています。色をのせないとすっきりしたお顔の雰囲気が出せるかなと思います。お好みで使い分けてください。チークやリップを作るときは丸みや周りとのつながりもよくチェックしています。また目の印象に負けないことも意識していて、それぞれに見応えを作って目線を分散させる感じにしています。ほっぺこんな感じになってます。どうですかね。水彩色鉛筆で加筆していきます。赤茶、焦げ茶、アッシュ寄りの茶色などなど茶色系と紫や水色の影色系の色で毛をなぞっています。深みが出るかなと思っていろんな色を使っています。全体的に色を重ねているので白がハイライトのように使えますね。白ですっきり見せたいところや目立たせたいところの毛を少しずらしてなぞる感じです。メリハリが増して綺麗に見えるかなって思います。入れすぎるとちょっと嘘っぽくなるので適度が好きですかね。リップにも加筆していきます。使ったのは白と赤と茶色ですかね。シワを増やすようなイメージで縦線を入れていきます。目立ちすぎないように控えめに入れるようにしています。リキテックスでも赤みを目頭、目尻の粘膜部分に追加していきます。ガッと塗らずにポンポンポンと塗っています。リキテックスは発色がいいので、あまり塗りすぎると悪目立ちするなーって思っています。馴染ませるためにもポン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 って置くようにしています。黒寄りの茶色でアイホールの上側を塗ります。アイラインの基板になります。アイホールの厚み部分を撫でるように塗っていきます。下から見上げた時に肌の色が見えないようにしたいためです。始まりと終わりはぼかしています。こんな感じになりました。遠目だとあんまりわからないですかね。水彩色鉛筆で目尻にアイラインを入れていきます。まつげにつながる角度で入れます。位置的にもまつげの終わりが来るあたりな感じですかね。あんまり伸ばしすぎないようにしました。横に広げる感じで垂れ目や猫目など下い目の形によって変えるのもありですかね。引き続き色鉛筆で口角、二重などはっきりさせたいところを書き込んでいきます。悪目立ちすると嫌なので影に見える範囲で入れています。ほっぺや肌色などはムラになるように作っているので、境界部分もぼやっとしがちになっています。なのでラインを少し入れることで、はっきりしてメリハリが出るかなと思います。白で鼻の頭やほっぺに点々を追加しています。赤ちゃんの毛穴をイメージしています。赤ちゃんのほっぺとかに生えてる産毛もすごい可愛いなって思うんですけど、どこにどう入れようかなっていうので入れられてません。茶色でも点々を追加していきます。そばかすではなくて毛穴や細胞のイメージで描いています。再びパステルを重ねます。太めのブラシで眉と眉間、目周りをつなげるように影を入れていきます。眉毛だけが浮かないようにっていう意味でやっています。眉上に黄色を追加していましたね。眉毛の所々を濃くしていきます。
印象がぼやけたので少しハッとさせるために色を追加してみました。髪の毛をつけてみるとまたお顔の見え方が変わってくるので調節したい部分が出てくるかなと思います。色が濃い部分は毛が集中しているっていうことなので、ただ濃くするんではなくて毛の集合をイメージして描くようにするとリアルさが増すかなと思います。水彩色鉛筆で加筆していきます。毛同士をつなげたり離したりさせることで見栄えがアップするなって思ったので微調節しました。それから今回の子はメイクで癖を足すって決めたので思い切って毛をしっかり描いてみました。眉毛も工程ごとに艶消しで固定してから進めていくのがいいです。なんか描いても描いても変わらなくなったなと思ったら艶消しすると進むと思います。濃い色を強くしたので白が目立たなくなりました。なので白ももう一度追加しました。アイラインも少し目立たせるために白を沿わせました。焦げ茶色で大きめな点を追加します。赤でもともと入っている点をなぞっています。ほっぺに毛細血管を追加しました。手の力を抜いてヘロヘロヘローっとランダムに描いていくイメージです。つなげたり交差させたり濃くしたり薄くしたりすると皮膚の下から透けてる感じがちょっと出るかなと思います。水彩色鉛筆でも粘膜をなぞって濃くしていきます。幅は広げず一本ラインを入れるような感じでなすりつけるように描きました。アイホールの厚み部分のみを強調する感じです。ほっぺや眉、目周りを加湿したためおでこやその他の肌の印象が弱まって、それと一緒に赤ら顔っぽくなった感じがしたためおでこに黄身を乗せて中和させていきます。横顔や顎周り、鼻上などにもついでに色を入れました。完成しました。イエーイ。ということで今回は日だまりをテーマにして暖かくふわっとしたイメージで作ってきましたが、いかがだったでしょうか。途中でしっかりめメイクに舵を切り直したので印象が強い感じになったかなと思います。思い切ってやってみたところが多かったのでハラハラしたんですが、すごい楽しくメイクできました。優しいというよりは意志がしっかりしている感じになったかななんて思うんですが、可愛くできたので満足です。ここで一つ小話を。皆様新年明けましておめでとうございます。年末年始はパパが買ってきたお一人様用のフライヤーで天ぷらと串カツをして過ごしました。お一人様フライヤーすごい面白いのでおすすめです。皆さんも美味しいものを食べましたか。今年も一年頑張っていきますので、また動画やインスタグラム覗いてみてもらえると嬉しいです。以上、この動画が良かったと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンを押していってください。今後もカスタムブライスに関する動画をアップしていきますので、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。